はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。リュート様、僕平昌様、僕万能様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。平昌っていうのは福島県立平商業高校、万能っていうのは福島県立いわき農業高校の略であります。私の高校はですね、万能様の万と、と書いてですね、万校とは言わないんだな、岩校っていうんだよな。岡慎之助選手、体操個人鉄棒金メダル、平行棒銅メダル、頑張りました。岡選手はですね、個人総合と、団体に続き3つ目の金メダル量産マシーンと化してますね。すげーであります。水泳男子個人 400m、松下智幸選手銀メダル、頑張りました。バドミントン、男女混合ダブルス、渡辺裕太選手と東野有紗選手が銅メダル獲得、頑張りました。バドミントン女子ダブルス、志田千春選手と松山奈美選手が銅メダル、頑張りました。パリ五輪村で、給食で食中毒が多数発生していると判明しました。まずいとか肉がないとか評判散々なんですけど、食中毒だって。各国のメディア関係者も被害に遭ったみたいで、嘔吐下痢の地獄絵図だって。運営多数発生と報告を受けているが詳細は把握していない。メディアの皆さんも気をつけて。なんだその人事がって、大変申し訳ありませんでしたぐらい言えないのかな。気がするんですけど、これが欧米クオリティなのかな。謝ったら完全に悪くなっちゃうからごまかしとくっていう、謝んないっちゅうね。そういえば植民地にも全然謝ってませんしね、欧米の国はね。世論です。ゲロリンピック金メダル、とんだ五輪だな。とんでもないオリンピックになったな。わざとだろ。何一つまともにできねえのか。マジで史上最悪の五輪なんじゃ。フランス人だけノーダメ。でもフランス選手は別なもの食ってんでしょ。リオですらなかったのにヤバすぎ。審判も関係者も食材も腐ってる。うまいこと言うな。フランスのレベルの低さがどんどん明らかにと。フランス在住の漫画家さん、フランスの好感度ダダ下がりフランスの悪いところが全部出てるようなオリンピック、なんとか擁護したいけど批判が最もすぎて擁護できないだそうであります。フランス選手は別なとこで別なもの食ってんでしょ。で食中毒の心配もないんでしょ。それにしても成績振るわないみたいですね。他の選手の部屋にはエアコンつけないで、エアコンついた部屋にいるそうなんですけどね、フランスの選手は。8月5日の日経平均株価は4451円下がって史上最大の下落。今日6日一時3400円上昇し、史上最大の上げ幅と。昨日ガーン下がって、今日ガーンってまた上がって、史上最大の上げ幅。外国大手の狼狽売りが一巡したんでしょうかね、昨日の解説した通り。円も1ドル142円から145円、後半に若干戻っておりました。外国大手、のですね、円の借金返さないといけない、ドル売って円買おうみたいな、そうすると円高進みますけれども、世論です。超反発、2日連続過去最大とかやべえな。暴落ざまって言ってたやつらは昨日売ってたやつがまた買ってるんでしょう。連日の過去最大でよろしおすな。高値からしたらまだ低い、まあ低いっすわね。3万8000円から4万円のレンジで移動してたからね。昨日買って今日売ったら大儲けだったな。まあ後からはいくらでも言えますけどね。慌てて売ったやつが泣きを見てるなと。などなど、掲示板にはですね、エゴむき出しの生臭い投稿か、傍観者の無責任な投稿が溢れておりました。昨日は下落を喜ぶパヨどもで溢れていたみたいであります。日本が大嫌いですからね、パヨどもは。私が過去にそうだよなって納得した株言葉なんですけど、
現物で買って忘れてる人が一番強い。そうであります。この場合は、その会社が倒産して紙切れになっちゃうと、ダメなんですけど、忘れてるのもね。買った会社がまあ潰れちゃうことは、まあそうそうないだろうからな。昨日解説したですね、定理の円を借りてドルで運用することをキャリートレードって呼ぶらしくて、それが世界中で総額200兆円ぐらいあるそうなんですよ。外資大手のですね、借りてる円を返さなきゃ、狂乱が早めに収束するといいですね。なね、上がったつだって 0.25% よ。ドルなんか 5.25% の、20倍以上高金利なんだ、さ、ドルさ、上がったつだってビビってるんでしょ。そんな狼狽しなくても。恐怖に怯えなくてもさ、まあ30年、以上ゼロ金利やってたから生まれて初めてのことでしょうから、日本円の利上げってね、従業員500人以上の大手企業の賃上げ平均 5.58% となり、 5% 超は33年ぶり、1991年ぶり、各社ともに最高益とか景気がいいこと言って、儲けさんに賃金上げずにせっせと内部留保に回しさんですよね。ちょっと前まで、7、8年前まで内部留保金350兆円日本企業金貯め込みすぎる、批判あったんですけど、今800兆円ぐらいいってんじゃなかったっけ。今 SNS でですね、それ搾取されてるぞってすぐバレる時代だしね、低賃金でこぎ使おうと思っても SNS でバレますしね、都内ラーメン店時給1500円でも誰も来ないって言ってますもんね。4月からの賃上げがやっと効いたんだが、6月の実質賃金がですね、前年度比プラス 4.5% となり、26ヶ月連続減少がやっと終了いたしました。一休み、なんだやればできんじゃん、今までケチケチしやがってさ。世論です。働いてないパヨの賃金はゼロこれ見て利上げしたのか。6月のボーナス時期はそりゃそうだ、利上げしたからまたマイナスになるんじゃねえの、定額減税分じゃないのか。6月に配ったですね、定額減税の効果で来月はすぐマイナスに転じるっていう意見が多かったであります。そうかもしれないですね。毎年毎年広島平和公園近くの原爆ドーム周辺で追悼式典を妨害している労組と中核派が主体のですね、広島大行動の連中が今年も出没。事前に広島市と警察がエリア規制をすると察知し、今年は前日夜から座り込み、集合は7時なんですけど、朝の5時から市職員と衝突してたみたいであります。市職員は繰り返し異例の場になります、公園外に移動してください、異例の方々の場所を奪わないでくださいと呼びかけたが、団体側は帰れ帰れと何度も大声で一斉に叫び、法的根拠を示せ、集会弾圧を許さないぞと怒声を上げながら抵抗を続けた。そうであります。まったくね、帰れ帰れって帰んの地元民の市職員じゃなくて県外から来てるお前らだっつうの、本当にバカにつける薬ないですかね。こういうバカにつける薬の開発が切実に望まれますけどね、これ。世論です。騒ぐだけのバカ者ども、反日テロリストを締め出せ、また原爆ドームで寝てたのか、このクソバカどもは。バカだから慰霊式典っていうのが理解できないんだよね。今の中核派って仲間たちが就職していく中取り残された連中だよな。戦争ごっこが大好きな反戦団体、日本に核兵器ないんだから日本で反核運動やっても無意味じゃん。左翼は異例に反対なのか、遺族に対して謝罪しろ。このゴミどもってさ、記念式典を妨害してるクソだろ。威力業務妨害罪で全員逮捕すりゃいいんだよ。きっと連中はですね、毎年やってきたことなのに風当たり強くなったなぁ、なんでだろうなって思ってることでしょうね。排除に動き出しますしたもんね。動画も載せられる SNS の普及でですね、こいつらが現地で一体何をやってるのか丸裸になったことも大きいんじゃないんでしょうか。追悼式典の妨害を平和活動って盛大に勘違いしてるみたいですけど、中国侵略絶対阻止ってプラカも、つまり中国に侵略するのは
許さないみたい、行くわけないじゃんな、汚染ひどいっていうし砂漠化もひどいっていうし、掲げていた模様、中共から金出てますねこいつらにはね、座り込みも仕事、騒ぐのも仕事、職員に罵声浴びせるのも仕事なんですね、多分ね、追悼式典妨害はですね、平和活動っていうのも、仕事と割り切って、自分のがどんな変なこと言ってるのかしてるのか考えないことにしてんでしょうね。もしくは考えても理解できない底抜けのバカとかね、結局全員を排除できず何人かは居残ったそうなんですよ。市側はですね、来年は周辺を広い範囲で囲んじゃってね、物理的に入れないようにした方がいいんじゃないのこれ、柵言っちゃってね、鉄条網かなんか設置しちゃって、それは大変っていうなら見せしめに何十人か公務執行妨害で逮捕しろよ、いい年して甘ったれてんだからさこいつらはさ、今日の単身です。イスラエルとテロ組織ヒズボラの緊張が高まったとして外務省がレバノン全土から退避勧告を発表、これは一番強いものだそうであります。なるべく仕事したくないんだか、いつもいつも腰が異常に重い外務省が思い切ったんだからよっぽどの事態なんじゃないですかね。そういえばゴーンってレバノンにいるんでしたよね。安全な日本から危険なレバノンに逃亡しちゃってさ、まああのあいつの場合は帰国ですけどね。パリ五輪女子バスケベルギーチームに敗北、試合後日テレ記者が今日の MVP はって選手に尋ね、敗北した試合で MVP ないだろうと非難ごうごう、一緒にいたトカシッキーさん、下向いて苦笑してたって、SNS 裁判官有罪死刑、SNS 裁判っていうのが今あると思うんですけど、しょっちゅう有罪になってるのが蓮舫とかですね、C 和夫とかですね、変なこと言って SNS 裁判っていうのありますよね。今フワちゃんって子が有罪になってるみたいだけど、キッコーマンの海外輸出が好調で、4号6月期の四半期の利益が前年度比 1.7 倍、まあ日本食ブームですからね、カロリーほぼゼロの白滝がですね、外国人にダイエット食にいいってして見つかっちゃってですね、ペペロンチーノ風であるとかスープに入れたとかですね、アレンジレシピがですね、つべにたくさん載ってます。商品名ミラクルヌードルは大げさだとは思うんですけど、白滝ね、白滝じゃねえのか、ミラクルヌードルって名前ついて売ってんですよ。まあカロリーゼロでミラクルだっていうことで、なんかすごいネーミングだわなぁ、というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。